疲れちゃんスラッです。今日はですね、こちらゴレミニペッカーやっていきたいと思います。はい、ということで、まあ、シーズンがね、終わりました。終わって、まあ、何の動画あげようかなと思ったんですけども、今ちょっとミニペッカーがねすごい増えてきてます。まあこれも全てねエリジャー野郎のせいだと思うんですけども、まあエリジャーに対してやっぱゴーレムはね基本的には不利になってくるよと。ダークネクロだったり、まあ公園にとかね、そうエリジャーだけで解けちゃうので、まあそういったところで、まあエリジャーで溶かす効果力カードがいりますね。はい、そこでミニペです。はい、やっていきましょう。でミニペの前は何だろう、ダックプリとか何が言ったっけ、まあチャンピオン関係ですね。ゴールナイトとかスキキンとかが入ってたかなと思います。でまあ入りババで使ってる人もいます。うん、まあとりあえず火力が出れば何でもいいっていうので、まあミニペかエリババかな。まあランバーだとねちょっと足んないですね。そうミニペなんか絵柄っていうのかな、これなんか変わりましたけども、まあ、それと同時にっていうぐらいでなんか使用率もね結構上がりましたね。そうね、今だともうジャイスパミニペにもなってるし、ゴブスパ、まあ、同じか。スパキにも入ってて、あとホグミニペとか、なんかちょいちょいいろんなデッキにね、ミニペックが入ってるような気がしてます。ミニペね。まあもう単体火力だけは最強なので、ほんとまあ環境で使われてるって感じかな。さあ、ということで、相手が何も出しては来てくれ。グッチやん。しかもグッチの前にビッグついとるやん。金持ちやん。グッチだけで金持ちなのに、もうビッグついたらもう大金持ちやん。えぐこれ、これ。ちょっとなんかやだな。まあ、ちたくないね。一旦墓石置きます。墓石もね、今の環境ものすごい強いんですよ。そう。まあ、これにも入るし、まあでも大砲と、大砲が強すぎて、墓石もちょっと薄れてはきているものの、言うてね、なんだろうな、ロイジャイ墓石とか、なんかスケーキンのねなんかできる墓石とか結局墓石も結構多いので、よいしょ。で俺全然ダークネクロ出してなかったんですけど、あのゴレ展開したら一番優先度高いのはねやっぱダクネなんでね。はい、もうちょっと早めにダクネ出しておけばね、なんかもうちょっといいことあったかもしれない。さあ、あとはこのコウモリが頑張ってくれて、いやーいいボーイだな。で相手のデッキが分かんないですね、これ。エリジェか？これか？フリーズだけはやめて。さあ、ダクネインド、ボンバー。来ました！ゴーグル G さん。名付けてエリジェイ。あなたを倒すために、この墓石ミニペになってるんですよ、だから。はい。墓石は壊されるが、だがしかし、うちにはミニペッカがいる。で、これはね、もう、ちょっとだけ守りたい。うん、さすがにタワーおられるのは嫌なのでって思いながら、ここのトルネードでキュイーン。さあいいよ。なんならダクネ追加をしても熱そうだけど、もうすでにきつそうなので、ここは、いきます。だがしかし、相手のエレジェを守れるかどうかで、すごいわかんないんですけども、気合でいこうか。さあ、ライト打って、いや、いいんじゃないこれ。俺、ここ決め切りたいんでね。結構ゴリゴリ行きたい。ミニペッカまで行きたい。よいしょ。さあ、あるよ。いや、めちゃくちゃいいんじゃない？めちゃくちゃいいんじゃない？これ。殴るよ、ミニペッカが。パコーン！パコーン！あれ？なんとも言えないトルネードを押して、相手は苦しくて、勝ってく。あぶねえ。あぶねえ。危ないですけども、やっぱミニペのね、火力が高いのもあって、そこに対してね、だからライトニングやっぱ打たないといけないとか。コスト使わないといけないので、まあ、ライト打たなかったらあれですよ、結局ミニペッカで守れてるわけですから。そう、パンケーキちゃん。はい、ライト打ったことによって後半のねエリアドでゴリ押せたかなと。前でもエリジャインドはもう無理と思ってもいいレベルだと思うんですよね。そう、マサネック向いて、そう考えたら今はすごいな。佐藤ガンメタを倒しました。はい、
タルババでね、やっぱタワー残したのもでかいですね。さあ、ということで、ゴレを展開したいですが、来ないので、行っちゃいます。どうなんだろう、なんかね、3倍タイムまでぶっちけ待ってもいいと思うんですよ。この程度だったらね。でも、ダクネからだったらちゃっちゃ動いてもいいかな、とも思うし、相手も待ってくるからね、これだってさ、暇ミニピとかしてさ、もう、ね、LJ ポーンされたら終わるわけですし、ヒマンベビドラもやばいでしょ？ってことは、ヒマダクネしかないわけですよ、僕の選択肢には。で、ヒマダクネやって、あー、これは、一旦ね、行こうか。相手もヤナメ使ったんで。そう。で、まあ、さすがに、一旦組んでみる。で、これで別に守られたら守られたで、無理しなければいいんで、ここで変にライトニングとか打つことが、やっぱ負け筋とかになってくるんですよね。そう。だからまあ、ユニットを見て、そこそこぐらいの追加をして、あ、相手はラバディガーですね、これ。いい防衛やん。ミニペッカが来るかな。やばい。あー、これよ、これがね、ターゲット取れない日はね、もうダメな日だ。さあ、でも相手のラバ掘りにはオーバースケドラ。こっちとミニペ単品いきます。使うときないんで、この子。よしよし。あんなにミニペこれ、頑張れそうだな。これまあ、ゴレフタして、あと頑張ってもらおうよ。ダクネのこのコウモリとかに。よしよし。対空がね、ベビとダクネだけなんで、ちょっと嫌なんですけども。ゴレの爆破に入れたいですね。よいしょ。で、相手にユニット処理しつつって感じかな。まあ、宝石やっぱ硬いですね。まあ、でもこれを繰り返しながらタイミングをね、伺っていこう。まあ、これ、ゴレ展開からでもいいかもね。よし。さあ、低めダクネ。相手も呪文がヤナメだけなんで、もう同じようなもんですよね。で、ディーガー来たらミニペでもうダクネ見します。よし。あんなこれ行っちゃってもいいかも。まあまあ。さあ、さすがこれ引っ張って、ここの近畿道がね、また後半ね、有利になってくるんでね。いやー、あのスケドラ嫌だな。よし。さあ、で、馬場はもう、しょうがない。けど、それ以外を、突破したいな。メガゴ来たら取るね。やべ、待って、メガゴ全然来んかった。このトルネめちゃくちゃいらんかったな。これ勝てるっすよ、余裕で。余裕かは分かんないが、ちょ、今のね、芝トルネのようなもんなんですよ。あれがないだけでも世界変わってましたね、今。で、ラバフタかな。フタしてこないの熱い。え、これめっちゃ熱い。スケドラもらった、ただで。ライト打っちゃう。よしよし。お、いいぞ。40秒だ。まだ焦るな。で、ベビー追加で。問題はマジでね、ダメージがね、なかなか通らないな。呪文削り。お、いいいいよ。最後これライトニング回るのかな。いや、回りますね。拾います。ライトです。トルネです。にょー、いいね。まあ、これでも一回なんかどうでもいいようなトルネードだったと思うんですけども、あの時の3コスとかをまた別の場面でね、使えてたりとかあると多分もう少しね、楽に勝てるんじゃないかなと思うんですけども、まあ今回の相手にはちょっとね、ミニペッカが刺さりにくい、かつまあ宝石とかなんか言ってるのも僕うまかったですよね。
そう、ババで耐えられて、ババがなんかゴレ僕あんま使わないんですけど、なんかババってきつい時そんなないんですけど、ゴレ使ってるとめちゃくちゃ安くなる。黄色いおじちゃんかける5。そう、いやーこれはもうないんでね、ミニペ出しても延命されるし、何出しても延命されるんで、プリンは一旦ゴレで、はい。さて、すぐコストを出さずに、インフェやないか。まあベビだけね、ベビだけだよ本当に。うわ嫌だな、なんかこれすごい来そうだもん。これやばいな、どっから止めてもやばいな。低めタックネを出しとくべきだったかこれ。いやんいやん、痛い、痛すぎえ。鬼枯渇だ。今のは相手の敵ちょっと分かってなかったので、早めにキツダクネを一旦出しておくべきではあったかもしれないですね。ああ、マジでそれ。ズルやないかい。からの縦の選手ですね。ああ、まあ縦戦か。スケブだったらね、ゴレムめっちゃ溶かされるなーと思ってたんで、まあ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 マシだけど。際どい、際どい、非常に際どいです、まあ、相手の呪文がこれウッドしかないですね、ぶっちゃけ。いやー、だこの500をねもうちょっと残したかったな俺からしたら。あー本気取りに来るやん。さあ本気取りに来たので、それも無理よね。本気通りに行きます。その代わり僕も、インフェさえ突破すればね。いや、スケブもあんのかい。ちょっと待って、おい、え、ちょっと待って待って、これマジで切れそうだな。あれ、スケブ初手ヒル使ってましたね。あーあーあー、出たよ、出た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 、グッドゲームだよ本当に。いやーマジか、これ序盤のダメージ痛すぎ。なんかね、後半言うて多少削れてはいるので、いやまあ序盤のダメージ、大ダメージ受けちゃうと後半取り返せないっすね、気ぃつけないと。いやマジかよ、きっちー。しっかりいく硬かったですね。ペッカちゃん200位ついてますね、よろしく。まあ序盤なマジでやっぱ大型ってむずいですよね。その11交換で確実にね、降りに行って、おい同じやないかい。でも完全に捨てるのか、それともね守って1-0で勝ちたいのかっていう、まあ、その場面にもよると思うんですけど。さあミニペプリンホグだ、これミニペ、おやめー、ちょっとわからんですね。ミニペがすごい入ってそうな顔はしてたんですけども、矢が飛んできたんで、ホグか。これはいいんじゃない。うん、こういうの全部ね許容するイメージがありますね、これ使い。普段されてることをすればいい、されてる嫌なことをね。おーい、マジマジ？勝てる？ちょっと待って。インフェが、インフェが多いし、スケブも多いね。さあ、これどうする？ホグミニペとかセットで来るかもね、ワンチャン。
いやでも相手なんか呪文がねやっぱなさそうなんで、まあこれディガーで邪魔してくるやつだな。うわうま、分かったはいるもののトルネード打ってしまった俺がいる。いやディガーあんのかきついな。なんかおい振りが甘いな腰の俺。まあでもこれ500を守るしかないですね僕の勝ち筋は。オーマイグッネス、そこを溶かして、守るしかない。守れるのこれ、誰か助けて。だからこれ使い、もう気持ち諦め、グッドゲーム。いや待って辛いな、なんかめちゃくちゃきちいじゃんこれ。見てよこれやばない、なんかまあ今回の方がよりきつそうではあったけど、まあ一応エリージャインの方が多分きついんじゃない、どうだろうな。まあインフェリシャイとか引いたらもう発狂ですけども、何のためのミニペッカですよ本当に。エリージャインのためのミニペッカですからね、こんだけ小物系来ちゃうとねマジでやだ。ディランだ、前あれだったよな、オッパディランだったよな、元クララリーグ出てた、そうアジアのどっかのチームのオッパディランですよ。 OPPA ディラン、あーなんもない。さあロイホグッドってことは、あー違うロイホグ、いきます、ドゥン、逆サイヤ着生きたらトルネで対応かなと思ってましたけど、同サイだったのでまあ一旦ゴレダクネを組んで無理はしないと。これダクネてかこれ出しとくだけで相手つらいっすよね。着衣今消えるの忘れてたんですかね相手、分かんないけど、あーミラクシュ、一発、あーいい防衛だな。ミラー着衣ロイグだ、デリデリ来ましたね。かわいいミニペッカのスタンプ使いやがってよ、そんなスタンプあったっていうの出てきたっすね。いやーボスキー置きたくないな、あんなミニペッカあったっけ。これちょっと待ってもいい気がすんな、ブーをねキング起動したいな一旦。うん、同彩から、まあ、僕はあの大砲にライト打てばいいだけなんで、もう一回大砲、うん、でミラーデリ使ったらコストが結構ないはずなので、このタイミングでミニペンも追加して、あ着衣は邪魔なんでおさらばして、着衣の防衛を後から頑張ろうと。いやでも結構デリで守られるな、よいしょ。さあキング起動できてないのは僕からしたらちょっと痛いな。あ神やキング起動させてくれる。さあで1300まで行くと
悪くはない気もするが、このミラーブー気をつけたいですね。いやあるんじゃないこれ。太一前歯ユニットめっちゃ合流してるぞ。ライト圏内まで行け、行ってます。やばい、でもクエイク、クエイク来るこれ。いや待って、ベビー位置高い。ロイホグブー 2周目来るこれ。いや今度、おい危ない、危なすぎ。いやデリバリーミラーはねちょっと怖いですけどね、何でも守られちゃいそうなスライス。さあということで、いやーめっちゃきちいじゃんっていう、なんか LJ に勝つのにこのインフェに負けるっていうね、まあ、インフェも今結構いるので、ちょっとゴレツカの皆さんはね、そうくじけずちょっと頑張っていただきたいですね。まあミニペイ個人的にすごいおすすめなので、ぜひこのミニペイ宝石型のゴレもねやってみてください。ということで、よければチャンネル登録もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。